ジャパンバーテンダースクールの校長の坪井です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はまた少しこう変わったねところから撮影をしております。私先日京都でクラフトクラブ京都というお店をねプロデュースしたという動画を投稿してるんですけれども、最近ねアップしてる動画はその京都のクラフトクラブというバーから撮影してるんですが、実はここはそこの2階になります。ね、2階のフロアから今日は撮影しています。まだここの2階のフロアはオープンしてないんですけれども、まあ、YouTube でねちょっと先行して公開するというふうなご紹介するというふうな感じですが、今日の本題はちょっと違くてですね、先日アップしました、バーでのかっこいい飲み方のコツというののパート2ですね。で今日はグラスの持ち方ね、いろいろなここに置いてありますけれども、グラスいろいろとあるんですが、その持ち方ですね、グラスに応じて持ち方がかっこいい持ち方っていうのがねあると思いますので、それについて少しお話をしたいと思います。まず大きく分けてこういうこう、まあ、このグラスってタンブラーというんですけれども、タンブラーと言います。まあ、ジントニックとかね、ウイスキーのハイボールを飲んだり水割りもそうですけれども、そういった時に使うグラスですね。氷を入れて飲むグラスです。そしてロックグラスですね。ロックグラス、ね、オールドファッションドグラスとも言いますけれども、こういったものがある。これはまあこちらと違って足がないものですね。ステムというんですけども、足がないもの、ね、と足があるものね、ワイングラスであったりとかカクテルグラスであったりとかっていうふうに、まあ、そういったものがありますね。で、まあ、大きく分けるとこの2つに分かれるので、それについてね説明していきます。まずはこう足が、ね、ついてるものに関してですね、これに関しては、まあ、シンプルに言うと足を持っとけば大丈夫だと思います、ね、足の部分、例えばこれをこうやって、こうやってね、ここの部分こうやって持って飲んでたりとかよりも足を持って、まあ、飲むといいのかなとは思いますね。でその際に例えばこう足がねすごい細いものもあるんですね。ですからこうドーンと置いちゃうとパキッとこう割れちゃう、ね、そういう繊細なグラスもありますので、まあ、そのためにですねこういうふうな感じで見えますかね、はい、ちょっと一番最後のこの小指の部分をこう下の部分にこう添えて置くときに置きますと、ここがねこうクッションに、小指の部分がクッションになってガチャンとこう置くことはないので、こういうふうにねもう普段からこういう癖をつけておくっていうのがいいかなと思います。小指をねこうやってこう立ててる方とかいますけど、悪いとは思わないですけれども、ちょっと気になりますやっぱり、はい、こうやってねすごいピンピンとこうなってる方いますけどね、はい、まあ何度も言いますけど自由ですから、ダメではないんですけれども、まあコツというお話で言うと、こういうふうに小指の部分をね下のところにこう沿わせておくと、置くときにまあ普通にこうポンと置いてもそんなにガシャってならないのでいいのかなと思います。個人的にはね、こうやって飲んでください。ワイングラスもね同様なんですけれども、ただワイングラスに関しては割と日本ではですねこの足の部分を飲むのがマナーというふうには言われていたんですね、前から。ただ世界的に見ると割とこういうこのグラスの部分ですね、ここを持って、まあ、飲むのも全然こうマナーとしてはおかしくないですね。ですからまあワイングラスに関してはどちらでもいいんですけれども、まあ、先ほど言ったカクテルグラス同様にですね、こういうふうに、まあ、持っていただいて飲んで置くときにはこう小指がねこうクッションのようにパッとなりますので、まあ、スムーズに置けるので、まあ、こういうふうにしておくのがいいのかなとは思います。ただこれもね自由ですから、私なんかね普段友達と飲むとき、ワインとか飲むときはもうここを持ってこうやって飲んでますね。普通にこういうふうにこう飲んでワイワイ楽しく飲みながらやるというふうにしております。まあどちらでもこれに関してはいいかなとは思いますが、グラスを丁寧に扱うっていうことはね、それは統一した考え方かなと思います。あとはですね最後、ワイングラス、たまにねこうやって飲んでる方とかいるんですね。
まあ、これはね、実はあのソムリエさんとかワインのテイスティングをするときによく持つ飲み方です。どういうふうな意味があるかというと、例えば赤ワインとか、まあ、白ワインもそうなんですけれども、こういうふうに持って斜めにすることによってですね、ここをワインの層を薄くするんですね。でそうしてこっちからこう直視したときにどのぐらいの透明感があるかとか、そういう、こう色を正確に見るっていうことですね。レストランだとほとんどがあの白いテーブルクロスとか、ね、下になってますので、こういうふうにパッと見るとすごく色がね分かりやすいんですね。まあ、その時にこう持ってこういうふうに斜めにするよりも、ここのね部分、下の部分を持ってこういうふうにしておく方が見やすいので、でテイスティングの時とかにはそのまんまこういうふうに飲んだりとかね、そういうふうなのがあるんですけれども、まあこれは一般的にお客様が飲む時には、まあ、適切ではないのかなとは、まあやってダメってことはないんですけども、まあやらなくてもいいのかなとは思います。こうプロの人がお酒を仕入れる時とかテイスティングをする時とかによくやる仕草ですね、これがね。こんな感じで、はい、じゃあ次は、こういうグラスタンブラーと言われるようなね、足がないものですね。こちらコツっていうほどのことでもないんですけれども、例えばこう持つね、真ん中ぐらいを持ってこうやって飲んでると、まあワイルドっちゃワイルドですよね。悪くはないんですけれども、これがもし全体の半分よりも下あたりをこうやって飲んでるとね、どうでしょう、なんかちょっとスマートですよね、考え方としてみるとね。で先ほど同様置くときにちょっとこう手からついて普通にこうパッとやると非常にこう丁寧に置けるのかなと。でこう大きいタンブラーでもそうですし、普通のこのぐらいの、まあ、8オンス、まあ、通常ね水割りとか飲むようなグラスの時も、まあ、真ん中よりも下の方をパッとも持ってでこう飲むっていう風なのだと非常にこうスマートかなと。ロックの時も同様ですね。全体的にこうやって飲むとちょっとね、これとこれだとこっちの方が少しスマートに見えるかなとは思います。ただまあルールではないので、持ちやすい持ち方でね全然飲んでいただいていいとは思うんですけれども、あの共通して言えるところはグラスを丁寧に扱うっていうのがね、そうしていただくと、まあ、バーテンダーとしても非常にこう嬉しいなと思います。今日はね簡単だったんですけれども、かっこいいグラスの持ち方についてお話をさせていただきました。本日もご視聴ありがとうございます。